ドラクエ5のレアドロップアイテムとしてよく取り上げられるのが、メタルドラゴンが落とすメタルキング鎧。隠しダンジョンで一つしか取れない貴重な鎧なので、メタルドラゴン狩りをした人もいると思いますが、確率は256分の1とかなりの低確率です。しかし実はドラクエ5には、そんなメタルキング鎧のドロップ率を、はるかに超える低確率でドロップする装備があります。ドロップするモンスターはラマダ。大神殿で主人公の母、マーサに化けて登場するボスモンスターのラマダですが、ごく稀に武器をドロップします。その確率は、なんと4096分の1と、ドラクエ3の悟りの書を超えるほどの超低確率です。そしてそのドロップアイテムがなんと、コーンボー。ドロップしたらなんか残念な気分になれます。もちろん速攻捨てました。